手前から二つ目の塔のある建物がユニオン・アシュランス・カンパニーズ・ビル。ユニオン・アシュランス・カンパニーズ・ビルは、上海ワイタンに位置する建物。所在地の名称からワイタン3号とも呼ばれる。1916年に完成した建物で、この建物はいくつかの保険会社に使われた。後に、現在のユニオンバンク系列の保険会社ユニオン・アシュランスが入店して、 使われるようになったためにこの名前が付けられた。これは、上海で活躍することになるパーマーターナーの上海での初仕事であり、上海で最初の鉄筋コンクリート建築であった。このビルは2241平方キロメートルの建築面積を持ち、6階建てで延べ床面積は13760平方キロメートルであった。 正面から湧いたんまでの距離が狭かったために、正面玄関は関東路付近に位置している。この建築は全体にルネサンス建築風の新古典主義建築であり、正面から見ると左右対称になっている。また、一部にはバロック建築風の影響も見られる。屋根の要望は円形で角が塔のようになっている。1937年、日本軍は 上海を占領した。その後、ユニオンアシュランスは、戦時の損害の補填ができなかったために、保険会社は資産を凍結させた。その際にユニオンバンクがビルを購入したが、1949年、上海が中国共産党の手に落ちると、ビルを接収され、上海から撤退した。1953年以降ビルは、上海市民建築設計協会が使用した。 1997年、シンガポールの企業投資ファンドがこのビルを買い取り、2004年からはワイタン3号と呼ばれる高級ショッピングセンターに変わっており、いくつかのレストランなども参入している。ありがとうございます。